さっさと起きろ、総一。せーな、てめえ、何の恨みがあって人の爆眠を邪魔するんだ。何？逆切れ？掃除の邪魔だから邪魔してんに決まってんじゃん。あんたバカ？ん。ホームルーム？モップ持ってやるホームルームがどこにあんのよ。掃除よ掃除、掃除の時間。おお、なるほど、納得。じゃ頑張れさつき。あんたもやんのよ。俺は当番じゃない。邪魔した罰だね。確かに邪魔はしたかもしれんが、なぜ貴様に罰を受けなきゃならんのだ。私サツキで、あんた総一だもん。なんなんだよそれ。んなことどうでもいいのよ。さあ、モップ持って、雑巾持って、バケツ持って、キリキリ働け。いやじゃ。よし、わーっと。そこまで言うなら、力ずくでも掃除という重大なミッションにその身捧げていただきましょう。はあ？何がどうなってそうなるんだよ。俺は掃除なんかやらん。うるさい。問答無用。お好きか。そうよ。よし、そこまで言うならやってやろうじゃねえか。てやー。さあ、今日も始まったぜ。この避けては通れる運命の戦いが、百戦百勝の湯浅さんにかける人はこちら、全敗のナスビンにかける方はこちら。今ナスビンにかけるとレート高いよ。伊藤君。伊藤君。なんでございましょう。商売をするな。利益は64。55になりませんか、チャンプ。戦うのは私でしょ。ほほう、貴様、この俺に勝てるとでも思っているのか。あんたいつも負けてんじゃん。はははは。常日頃は世を忍ぶ仮の姿。今日の俺は一味違うぜ。命が押し切りゃかかってこんかい。日本語間違ってるし。何を。伊藤、オリブン73で俺と組め。お前、アホだアホだと思ってたが本格的にアホだな。条件の悪い方と組むバカはおらん。プラス、こいつのパンツ。パ？はぁ？当たり前だ。勝てば貴様の全ては俺の自由にできるだろうが。どうしたいトップ、この条件じゃ服か。いや、その不服は、あの…
この…助けて！逃げるな！戦えと、そして俺に勝利せよと。貴様、そんなに伊藤にパンツをくれてやりたいのか？伊藤君、急一でどう？自分に正直になれ、イトップ。伊藤君、どっちの味方？頑張れ、湯浅さん。任せて！て、世間体に負けおって、この小物が。小物言うな！さあ、ファイトマネーも決まったことだし、スケベ大王退治と参りましょうか。よっしゃー、とことんまでやってやろうじゃねえか。ほう、いい根性してんじゃん。お前じゃねえからな。だと？もう許さん。そいち、覚悟！負けるか。もらったで、メイストーム。サツキ、これはやめろと、あれほど言ってるだろう。死人が出る、死人が。大丈夫よ、あんたにしか使わないし、あんた死んでないじゃん。てめえ、ほんといい加減にしろよ。幸福？
ゆかり、止めるな。こいつは地球上から根絶しなきゃダメなの。俺はコレラ菌か。ソイチ君はもうちょっと偉いよ。きっと天然痘ぐらい。あれは細菌じゃなくてウイルス。どっちにしろ病原体か。あ、違う違う、ごめん、ごめんなさーい。根絶。やかましい。やるか。やったら。あ、今なんかすごい横島な叫び。誰が横島だ。そんなやつ俺の知り合いにはおらん。横島だってば。話をそらすな、エロエロ大魔王。そういう風に聞こえる貴様の耳が横島なんだ、このエロ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 娘。うえ、エロが4つ。殺す、ぶっ殺す。バッチコイ。いい加減にしなさい。にょ。掃除の途中です。さつきちゃん、サボっちゃダメ。サボってるわけじゃないよ。このバカが邪魔だからさ。ほら、ごめん、掃除する。分かればよろしい。無様よのう、さつきち。己は内閣掃除大臣として国会で火だるまになるがよいわ。ではアディオース。はい。何故お掃除。了解しました。無様よのう、総一。己こそ内閣総理大臣として、女性スキャンダルでクビになるがいいわ。クビには一度したけどな。え、さつきちゃん、総一くん。はい。へえ。終わったらおやつ食べに行こうね。総一に掃除大臣の椅子を奪われるぐらいなら、私がなった方がいいわよね。それか、掃除大臣より偉い人が大総領。大体さ、おかしいと思うわけね。お前の頭がか。そう。最近物覚えも悪いし、物忘れも激しいしさ。この間なんかあれだよ、フレッシュってカタカナ書こうと思って書いた文字がスレシュシス。これがいわゆる年ってやつかなーって。さ、魚バカが。タルタルが顔面に。さつきちゃん、食べ物を粗末にしちゃダメだよ。あ、ごめん、ついカッとなって。
己が一人でボケて一人で突っ込んどるんだろうが。はい、あーん、食えるか。しょうがねえな。あ、食うな。湯浅さんと関節キス返せ。いろいろ出すな。あ、戻すな。うるさいな。一体どうすりゃいいんだ。もういや。まあまあまあ、だからそのハンバーガーを総一くんが食べて、総一くんのさつきちゃんが食べればいいの。はい。やだ、レートが悪いよ。ノーマルバーガーは60円じゃ、私のフィッシュバーガーは190円もするんだよ。それは仕方ないよ。食べ物を粗末にした罰だよ。仮にも料理人を目指そうというあなたがいかに頭に血が上っていようとも。もう、それは。しょうがないわね。うん、この条件飲んでやるからありがたく思いなさいよね。Thank you.
よ。でもさつきちゃん、牛さんもとっても美味しいですよ。牛さんも。あたし今日魚気分。なんだそりゃ。だってフレンチのメインディッシュで魚いくか肉いくか、これは大問題だよ。ワインの選択から何から全部変わっちゃうじゃん。ここはバーガー屋だ。間接照明きらめく高級フランス料理店じゃない。だってほら、フィッシュだからこそのクラムチャウダーだよ。このベストコンビネーションの一角が崩れ去った今、私は一体どうすればいいの？ねえ、うっさいなあ。もうバーガーの1個や2個で地獄に落ちたような顔しやがって。わーったわーった。じゃあ詫びに何すりゃいいんだよ。高級フレンチへ連れてけ。お前な、嘘よ嘘嘘。あんたにんなこと期待してないってば。ふん、連れてくだけならいくらでも連れてってやるぞ。金はお前持ちな。言うじゃん。知ってる？そういち、ああいうとこって服もちゃんとしていかなきゃなんないし、予約もちゃんとしなきゃなんないし、マナーとかもあるんだよ。T シャツジーンズじゃダメ？はあ、んなこったろうと思った。冗談だ。んなこと知ってるよ。まあ任せとけ、いつか連れてってやる。適当言ってんじゃないわよ。はあ、神様仏様、愚かな総一に天罰を、哀れな私に愛の手を。ああ、それからどうした？それは愛の手。さつきちゃん、総一くん。あんだ。何よ。仲がいいね。どこが？ハモってる。何ヘラヘラ笑ってんのよ。なんでもないよ。平和だなと思ってんだ。あんたの頭の中はね。世間だって平和だろう。最近はでかい戦争もないし、景気だって一時ほど悪かないし。はっ、これだから総一くんはダメね。Thank you.
ダメダメな総一君に世間の平和を揺るがす要因を教えていただけませんか、さつき様。よろしい。その前にフィッシュバーガーを買ってきたまえ。お前な、なんで俺がそんなことしなきゃなんないんだよ。バーガー一丁で世界の謎が一つ分かっちゃうんだよ。なんてリーズナブルな。俺が知ってる情報かもしれないだろう。情報なんて買ってみてからじゃないと価値分かんないじゃん。映画しかり、漫画しかり、ゲームしかり。珍しく正論だな。はい、フィッシュバーガーの L。 んなもんなねえ。さつきちゃん、そんな無茶言っちゃダメ。いくら総一くんのことが大好きでも。はぁ、好きでもなければそんな無茶言えないもんね。確かに。確かにとか言うな。確かにとか。甘えてるんだよね。甘えとか言うな。甘えとか。そうだったのか、さつき。すまん、俺はそんなお前の気持ちを今の今まで気がつ…最初からこうすればいいのに。で、何が一体平和じゃないんだ。ファンファよ、ファンファ。きっちゃない。こんな大きなタンカーが原因不明で沈んでるんだよ。あ、そうだね、こんな大きな。あんな不気味なことが起こってんだよ。平和なんてのんきに構えてる場合じゃないよ。不気味だね。実は沈んだかどうかも分かってないな。そう、そうなの。船体は発見できなかったんだってらしいな。消失推定ポイントから周囲20キロ四方の海底に少なくともらしきものはないらしい。沈没じゃないのなら失踪。330メートルクラス30万トンタンカーが20名の乗組員ごと綺麗さっぱりどっかにな。なバカなことあるわけないじゃん。きっと何にも引っかからないぐらいコッパみじんになったんだよ。なあってウェブに書いてあった。そうなあだ。ありえなくはないが、その場合積み荷の何万キロリットルもの原油はどこへ。
テレビのニュースでも言ってたよね。破損して沈没したのなら原油の流出があるはずだ。ないのはおかしい。どこかでまだ完全な姿で漂流しているはず。いや、ミリ単位精度の GPS が携帯に入ってるこの時代に、船舶に搭載された何段もの GPS が全て故障するなんてはずはない。あのタンカーは完全に消えた。それは事実だ。事実を事実として認めるところから真実の追求が始まるんだ。信じられないなんて首をかしげていても何も始まらん。と言うじゃん、総一。当たり前だ。俺はいつだってかっこいいの。はいはい。で、消えたってどうすれば消えるのよ。さ、そこが問題だ。どうやって消えたと思う？神隠し。悪空間転送装置。共に却下。なんでよ。何かが消えたんだから神隠しに決まってんじゃん。そんなでかいことできるの神様しかいないね。そうだったとしても何の解決策も見つからんだろう。だよ。それはまだ実用化されとらん。え？だってテレビで転送って、お好み焼きのコテが逆さまになって飛んでく SF だろ。あれは作り物だ、作り物。あ、総一くんバカにしてるね。あれが作り物だってことぐらい私だって分かってます。そういうのを作れるほどのこうすごい科学力の、うん、悪の秘密結社が。秘密結社ね。悪の秘密結社ジョッカー剣山。もう少しだけでいいからひねってくれ。じゃあ悪の秘密結社ワルー。ワルー。ワルー。秘密結社シークレッツ。なあ、何よ二人とも黙っちゃって。じゃあさ、そいつはどう思ってんのよ。タンカー事故の真相か。そう。真実はこれから明らかになることだろう。要するにノーアイディア？現時点ではな。何が現時点ではなよ。変な層にカッコつけて何も解決してないじゃん。お前な、政府も自衛隊も海運会社も石油会社も血眼になって原因究明に走り回ってる大事件だぜ。俺たちみたいな学生がバーガー食いながら頭ひねっただけで解決できるような簡単な問題じゃねえよ。だからエージェントさんたちもたくさん動いてるみたいだね。あ、そうそう、大事件の匂いがするってトップクラスのエージェントが日本に大集結してるらしいじゃん。らしいな。ま、そのうちトップエージェントの誰かが真相を解き明かしてくれるさ。頼りにして待ってりゃいいんじゃないか。
他人ばっか頼りにしてちゃダメじゃん、総一。今からタンカーにでも乗れってのか？無茶言うなって。だってきっと総一君なら普通のエージェントさんなんかより全然早く解決しちゃうよ、きっと。だよね。こいつさ、バカでスケベで寝てばかりだけどさ、いざという時にはきっと何かをしでかすやつだよ。しでかしちゃダメだろ。石油来なくなったら私たち生活できないじゃん。タンカーは守んなきゃ。そうだよ、正義の味方になるチャンスだよ。悪の秘密結社を倒せって？冗談じゃないよ。俺みたいな一般庶民はバーガー食って寝てる。はぁ、頼りになんないの。はぁ、せっかくの総一君なのに。実力世界一って噂されるエージェントってさ、私たちぐらいの年らしいよ。うん、知ってる知ってる。若いのに偉いよね。アメリカの大統領ともお友達らしいよ。どんな難問もズバッと解決しちゃうんだって。おー、偉い偉い。どっかの誰かさんとは大違い。総一君負けてられないね。だからそれならさ、まあ、ちょっと待ってよ総一。あ、私も。タンカー事故の調査、そいつにやってもらえばいいだろう。噂のトップエージェント、ナスティーボーイにさ。あ、そうだね。そうだよね。さつきちゃん、そうだよ。調査依頼に行かなきゃ。そうだね。今度一緒に行こうか、ゆかり。寝すぎだぞ、総一。やめるよ、スケベ。